あっちいな。あれ？何これ？おい、来たな。あった。おい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 、止まり場みたいな。サイン欲しいか。よしサインやろか。おー、ちょっとサイン書いてくれ。土手っ腹にサイン書いてくれ。ほら、なんなんだ弱そうな。俺らは先にここにいたんだから。信じられんぐらいおっさん何人かおるな。どこにいんだよ、どこにいんだよ。全員おっさんの中でも特におっさん、おっさん、おっさんおるやん。何がよ、おっさん。どうした、どうした、どうした、どうした。あ、来た。よかった、乗ってた。また来た来た来た。ほら、ごめんして、ごめんして、ごめんして。お前らもう仲良せえよ。この男、かつてこの地区一帯を支配していた伝説のお笑いストリートファイター、千原ジュニア。おもろいやつ決めようか。お笑いストリートファイターやな。決めてもらいましょう。今回のね、出会った場所はね、何もないとこなの。またお題も難しくなってますよね。そう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 。お題欲しいんか。お題次第、お題次第、お題次第、お題次第。そこで水が飲んで、何をそんなにクールダウンさせたいのか。何があったのか。水飲んで一言で何か、何があったのかね。でや、すごいことがあったんか。はいはいはい。俺が勝手に決めてる。そうじゃ、リーダー。お、油だこ行け。油だこが行きます。油だこにはいるだやつ、栄光ちゃん。はい、よっしゃ、よっしゃ。そう、栄光ちゃんから行こう。はい、水飲んだ栄光ちゃん強いぞ。うん、ほんまか。では飲めんのか水。カノエコファイト。前からアレルギー体質だってことは自覚してたけどよ、この前病院行ったら新しいアレルギー発覚したよ。俺、小銭アレルギーなんだってよ。知らんアレルギー。アルミはどうや。アルミはどうや。50円、100円、500円玉に含まれるニッケルがダメらしい。生きづら。黄色いな。大丈夫なっちゃうな。でも金属の蛇口から出てんの大丈夫。それもちょっと心配になってますよね。マサノリさん、マサノリさん。マサノリ。ファイト。あの後ビデオやだよ。昨日よ、人間ドック行ったらよ、身長が2センチ短くなってるよ。短くてない。おい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 ない。こんなことあるのかよ。悔しいね。負けてません、負けてません。いけましょう。面白かった。しかもお前5秒ぐらい前に終わってたよ。終わってない。おいおいおい、そうです。さあ、栄光ちゃんよかったよ。はい、水の栄光。ああ、